マジかよ。マジか。マジで今撮れてなかったんですけど、18分間。マジ最悪なんだけど。やり直し。日本の皆さん、オスコールです。This is コールチャンネル。はい、ということで本日も動画撮っていきたいんですけど、このチャンネルではカルテリーグでアメリカ前に放出してるチャンネルなんですけど、今まで20分撮ってたんですよ、動画。止めたら、なんかバグってて、撮れてなくて。で、2回目撮ったんですよ。2回目も撮れてない。で、今これ3回目。終わった。マジで最悪なんですけど、まあでもこれ撮れてるって願って、じゃあ俺話すよ。マジで本当に俺秒速で話しますね今回。でも何を話すかというと、5ヶ月目、留学して5ヶ月だったんで、まあ今の状況について話したいんですけど、まあ、それをね、英語とスペイン語についてと、まあ生活面、あと空手面について3つに分けて話すんですけど、もう本当に早く話すから。で、チョコも食べてたのにもうないよ。当たり前じゃん。2回も撮ってんだこっちはね。え、うん、だって今もう空手の後でね、さらに疲れてんすよ。携帯も疲れてんの知らないけど、めっちゃね、なんかもう最悪だよ本当に。まあ話すけども、はい、まず英語スペイン語についてね。英語スペイン語について、まあ英語の学校がもう先月にね終わったわけですけども、まあ引き続き勉強っていうほど、まあ勉強してないですね、はい、正直。はい、もう何でもいいやもう。 YouTube とか見るときも、まあ英語のね、ものをね、見たりして、あとはこうなるべく暇な時間になってしまったときはリビングに出て、まあ、ベビーシッターの子供たちと話したり、まあ、ベビーシッターのね子供たちの、ネイティブ英会話をまあ聞きながら、まあリスニングみたいな勉強を勝手にしますよ僕は。はい、まあ、前回はね、まあ、多分ケンとよく話しますって言ったんだけど、まあ、最近はお父さんお母さんとも話す術をね身につけたんです。っていうのも俺はね、間違ってた正直。何を間違ってたかっていうと、自分をねネイティブになろう、ネイティブに近づけようっていう努力をしてたんですよ正直。今までの僕はなんかネイティブって頭の文字とか、あれ下の文字を切り捨てるとか、つなぎがめっちゃ早いとか、なんかもう本当になんかそういうこと前回紹介したと思うんですけど、その時になんか俺もなんかそれをしようとしてたんですよ正直。とにかく早くこのネイティブっぽく止まらないようにみたいなのをもう意識すぎて、もう多分何言ってたか多分分かんなかったんだと思う本当に今まで。その僕はでも今はしっかり一旦を一旦をはっきり言う、そうすることでしっかりと相手に伝わるんだなってことは分かりました。だって結局フィナンシエーションだっけ、発音もう結局侍発音だっけ、日本人発音で伝わりにくい上に、さらに早口で言ったりこうなんか言ったらもう全然相手に伝わらないわけですよ。ですからそこを意識して、例えばもう I wanna buy this とか言う時も、まあ、本気で早く言うとしたら I wanna buy this とかだけど、お父さんお母さんとかにね伝えたい時は I wanna buy thisでしっかり一単語一単語を聞こえるように言うとか、そういうことを考えるようになりました。そうすることで結構会話が最近は弾みます。やっぱお互いにね英語が完璧じゃないっていうところで、やっぱり相手を思いながらこう話さないといけないわけですよ。でまあスペイン語はね、まあ、一応毎日5分ぐらいはやってて、まあ、一応スペイン語をまあ紹介しましょうが、もうこれも3回目ですよ、この下り3回目、この下り3回目ね、はい。まあ、ジョソイコーラ、もう食べてたけどね、ジョコモ、チョコラテ、もうないよ。2S 忘れたけど、2S マンザナス、お前はリンゴだよみたいな意味です。ジョベボレチェ、ジョベボアルコホール、ジョコモ番号。ジョコモ番号、こういうなんかわけのわかんないやつしかわかんないですけどって感じです。はい、次、生活について。生活はねだいぶなんか気分が楽になりましたね。今までは朝からまあ空手の練習もあったし、学校もね語学学校のオンラインもあったんですけど、まあ、今はね本当に何もないんで朝はね。で後で話しますけど、まあ、空手はまあ夕方からなんで、まあ、朝は本当に何もないんですよ。だからまあやろうと思えば全然朝はねのんびり寝たりできるんですけど、まあ、そんなもったいないことはさすがにここでできないということで、時間決めて、まあ、8時9時ぐらいに起きてまあやってるんですけど、まあ、Facebook 見てたらユニバーサルオーランドリオープンって来たんですよ。で起きたと思って、でそれでまあ本当にこの留学中に1回はね行きたいと思う前々から思ってたんで、みんなで行くとね金がやばいんで、まあ、僕とケンだけなんですけど来月行きます。8月ねいくつかケンの誕生日も兼ねて行ってきます。その時に動画撮るんでみんな待ってね。次、空手について。まあ、空手はねもうまあちゃんと正式にまあ練習が始まったってこの前の動画で言ったんですけど、まあね、前回の動画でなんかすごいなんか悲しいみたいな感じになってて、まあ、確かにまあ僕の言い方はねお涙ちょうだいみたいな感じの 話になっちゃったんですけど、まあ、結構ね先生たちはなんで Facebook とかのその周りの反応を見てなんでこんなにみんな悲しんでんだみたいな、まあ、俺のね言い方があれだったんですけど、まあ、結構前向きにリオープンなんで、まあ、そんななんかもう今まで伝わったねっていうよりかはおめでとう頑張ってねっていう方が欲しかったじゃないですけど、よかったですね。僕の表現がねあれだったんで、これからまあ頑張っていきますよ。やばい、雨降ってきて、なんですけど、はい、やばい、マジでやばい。空手の方は本当に
今まで家のここで練習するよりも100倍きついですね。今また筋肉痛生活みたいなのが本当に戻ってきました。で一応練習は、月曜日からも土曜日まで毎日、やってます。夕方の4時からで2時間ぐらいですかね、大体。で土曜日はだけなんか朝練でやってます。やっぱり毎日きつい練習なんで、なんか足の筋が、ね、痛くなっちゃったりするんですよ、結構頻繁に。なんで本当に毎朝毎晩のストレッチは欠かさずにやってます。まあこれからも頑張ります。はい、はい、って感じですね。で5月経って、でやっぱ学校が終わってね、で空手で、まあ、空手の道場に外に出るっていうのを筆頭に、やっぱり今までよりもちょっとだんだん外に出る機会がすごい増えてきてるんですよ。でまあここでね、やっぱり気を抜いちゃうと絶対に、まあ、なるもんになると思うんで、まあ外に出る時もしっかりね気を引き締めて、なるべく知らない人とは、まあ、近寄らないようにして、まあ、本当にね、まずはね自分の健康、もう怪我とかもそうですけど病気にかからないこと、あとこの1ヶ月をね楽しく過ごすには自分が健康でいることが大切だと思うんで、もちろん周りもですけど、はい、っていう感じです。来月の6月目の発表というか、まあ現状報告が最後の報告になると思うんで、まあ、その時はぜひね、こうなんか食べながら話したいですけどね。やばい、マジで雨降ってきた。ということで、この動画いいと思ったらグッドとチャンネル登録よろしく。それでは また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。マジで雨やばい、マジで雨やばい。急に降ってきた。バイバイ、バイバイ。